対するは AD 古田。以前にも同じロケでガチ説教した因縁の相手。目の下キラキラしてるぞ。残念のアイシャドウ。アイシャドウ。ロケで AD がアイシャドウ。おめえオーストラリアでおめえのことをどうたらこうたらってテレビで言ったら、その後ツイッターで素人叩かれたんだと思ってるわ。いよいよ私の化粧が妹さんに迷惑かけてますか。はい、仕事はしてません。ちゃんと仕事はしてます。なるほど。今いくつだおめえよ。24です。24。今までじゃあ何人の男に告白されてきたんだってめえよ。あら、15人。いざ勝負。はたから見るとブスが可愛い子をいじめているだけ。勝者は妹からの強制クレンジング。しかしか弱い AD 古田を倒したらお姉ちゃんが出てきた。次の相手は前川ディレクター。普段見せやろう。これが本当に痩せてるところ。今50キロですけど。じゃあ逆に引きます。何キロですか。48キロです。嘘だ。いざ勝負。ところがディレクターと演者が全力で向き合ったのに全く面白くないという地獄となった。